あー宇宙の法則ですね宇宙の法則宇宙の法則って結構言う方いますけども私真面目に考えるとね宇宙全体の現象とか宇宙全体の材料要素重さ空間の広さこういうのが正確にわからないと宇宙の法則って導き出せないんじゃないですかね。で法則ってそういうもんだと思うんですよ。 宇宙の法則ってね一言で言いますけども宇宙空間のどの場所でも同じように起きるから宇宙の法則なんですよね。っていうことは宇宙空間のいろんな場所でその実験をしないといけないいいとけんですよでそういうこともしてないしそういう数字も地上にどこにもないのに軽々しく宇宙の法則って言ってしまってその宇宙の法則ってのを聞いた人もね考えることもなく自分のイメージで宇宙の法則ってのを固めてしまうのは あ,のあまりにもちょっと早がてにし口かなと思うんですよ。で宇宙があるのかどうかっていうのすら私たちは確かめようがないじゃないですか。ね、宇宙の法則なんてましては知ってる人いないんですよ。知ってる人がいるとしたらそれはその人が勝手に思いついたことなんですよ。宇宙ののの法則ととは似似てて非ななるもももいいうか似てもないものでしょうねで宇宙自身を見たことがほとんどの人ないですよね。夜夜空空を見上げて夜空ですけども 宇宙ですよ、私たちが見なななければならないのは宇宙を見てもいない聞いてもいない感じてもいない触ってもいない行ったこともない宇宙全体じゃなくても月にすら行ったことないじゃないですか、うん、月ととか火星の存在でですすら、私たちは確認することができませんよね。空を見上げて月みたいなものは見えるけどあれが月だよというふうに学習させられてるだけで実際に宇宙にポカンと浮かんでいる空にポカンと浮かんでいるものが月なのかどうかってことはぶっちゃけわからないわけですよ。 触ることもできませんしねましてや火星や金星って光って見えますけども本当に単なる点ですよね、うん、だからつ,めつまりねこういう常識っていうか情報っていうのはあのー、誤ってる可能性が高いんですよ私たちが今頭の中にあるものって教育とか情報によってそう思わされてるに過ぎないことなんですよだからちょっと気をつけないといけないと思いますね例えばね本当にこの私たちの大地の底には マントルっていうのが、ね、地球地中深く存在してるのかなってことですよまたマリアナ海溝っていうのがありますけども本当にここはね深海1万 1,000m にまで達するのか情報としてあるだけで私たち確かめようがないですよねそれを信じるしかないですよねでビタミンとかミネラルは本当に存在するのかですよ自分の体の中にあるとされてますけども確かめよようがないですよねビタミンが足りてる状態なのか足りてないのか分かんないですよね ミネラルが今日取れたのか取れたのか分かりませんよね。でビタミンとかミネラルのね効果効能ってのは本当なのかなってことも分かりません。我々は何が正解かってこういうふうに分からないんですよ。でも分からない中でも決断してやってみるしかないわけなんですよ。で最近でもねちょっと注射の件がねあのどういう要素かって私たち知らないでしょ。で確認して摂取してる人っていないわけじゃないですか。で摂取させる方もドクターの方も分からないんですよ。 で人生の知名度になるような可能性があるこういったものですら私たちは知らずに過ごしちゃってる要するに情報によって思い込まされてるってことなんじゃないかなと思うんですよ本当にそれが正しいかどうか確かめようがない方はどうしますかってことなんですよ確かめようがなければ確かめられるまで確かめていかないといけないのかなと思うんですよ確かめようがないからほっといて言われるがままにするのはちょっと危険なんじゃないかなと思いますけどね